中村直人は日本の弁護士。中村、角田、松本法律事務所パートナー。朝日ビール監査役、三井物産監査役、英財監査役、リクルート監査役等を歴任。一橋大学法学部の民法学河井健ゼミで、参照大ゼミに参加する中で、法律運用の面白さを感じるようになり、大学卒業後、弁護士となる。 M&A や一般企業ホーム、コンプライアンスなどの企業ホームと企業関係の訴訟ホームにおいて著名。企業からの信頼が厚く、日経ビジネスの弁護士ランキング企業ホーム分野1位の常連である。日本放送事件の日本放送代理人や FOI 粉飾決済、損害賠償請求訴訟株主側代理人などを務めた。 2006年弁護士ランキング、中村直人氏が、V3 に、k ジネス、2006年9月4日、過去の判例にとらわれず、知恵を絞って、新しいルールを作っていく時代がやってきた、一橋大学 ABCDEFGH、中村直人直人中村中村、角田、松本法律事務所 AB、中村、角田、松本法律事務所、中村直人先生弁護士列伝。 企業が選ぶ、弁護士ランキング、企業ホーム分野1位は、中村なおとし日本経済新聞2016年12月19日、企業が選ぶ、弁護士ランキング企業ホームは、中村市6連覇2016年12月19日,日、西日本経済、新聞電子版、ファンド資本主義を生き抜く、日経ビジネス2007年6月18日、 ライブドア対日本放送新株発行予約券、差し止め決定、活躍した、弁護士、大型案件で、実績2017年12月18日次日本経済、新聞電子版 AB 中村や朝日ビール、三井物産、リクシルグループ駿河県は、第三者委員会設置、シェアハウス問題で、中村直人弁護士ラブルームバーク、2018年5月15日 するが銀総統数の行員、偽造認識シェアハウス有志調査毎日新聞2018年5月15日、コンプライアンス委員会の設置について2020年4月28日、関西電力株式会社。ありがとうございます。